ここはあのもともと上みたいに棚板あったんですけど抜いちゃって、でここはガラスの天板を置いて、であと壁際にこう高さを変えられる棚受けをつけて、どんくらいだろうな、この辺に1枚と、あとここに下の段にガラスのやっぱり板1枚棚つけて、そこをまあパソコン置く場所にしようかなと思って、なんでここがねガラスになればあの上の光が抜けて下まで光が入るから、まあ見た目も綺麗かなと思って、でこれ塗料はね黒く見えるんですけど結構濃いブルーで、使った塗料はこれですね。ちょっとあれだけど、所さんがよく使ってる、所さんとこで使ってるあのツヤのない、こういうなんて言うんだろうな、こういう塗料です。宝塗料ってとこから出てたかな、確か。そうですね、宝塗料ですね。これ1個でだいたい2キロで5000円ぐらいでしたかね。この時期ちょっと伸びが悪くて、結構塗るの大変だったですね。まあでもいい感じのなんかムラムラ感というか、引いてみるとねあんま分かんないかな。まあまあいいかなと思います。ちなみに僕のこのサビップワゴン、これもベースカラーは、さっきの塗料の、なんだっけ、アースグリーンだっけな、かなんかで拭いて、でサビサビ塗装にしてるんですけど、今ねちょっと一瞬ここの棚もサビさせようかなと思ったんですけど、まあまあとりあえずこれで、なんかここはサビらさせるよりあれですね、あの紙やすりとか当ててこうエイジングした方がなんかしっくりくるかなって今ちょっと思って、まあしばらくしたらエイジングするかもしれないし、このライトも今暫定で、暫定じゃない暫定でとりあえず家で使ってないやつ下げてみて、まあ様子どんなかなと思って、まあライトはもうちょっとちっちゃい方がいいですかね。ここの真ん中ら辺に棚が来るんで、なんか横に広いタイプのライトとかの方がいいかなと思って、でこの上は、ここはねあんま見られたくないものを入れて、隠そうかなと思ってるんで、ガラスの棚にはしないで、まあ、収納してなんかパーテーションですね、ここはがなんか見えてもいいボックスで、収納にしちゃおうかなと思っております。まあ大体こんな感じで、いや意外と、まあ、物が今もうごっちゃごちゃだけど、こんな感じで上の照明もつけると結構雰囲気はいいですね。こんな感じ。そうで、ここをガラスの棚にしようとした理由は、なるべくこのパソコン周りとかは散らかり出したらちょっとね嫌気がさす風にわざとして、なるべく片付けるように自分を仕向けようと思って、この辺はだから割と常にすっきりさせておきたいなと思って、なんかねよく植物を置いたりすると綺麗にするようになるとか言いますけど、それと同じような効能があるかなと思ってます。はい、いやあとは作業台入れて、あとなんだ、
あともう一台ミシンが来るんですけど、カーペットとか、フロアマットなんかをこうロックできる縁かがりミシンを、ゲットしまして、まあ、それでおよそね車の内装なんかもうほとんどのことが、自分のところでできるようになるんで、早くねセッティングしてここで、満足いく作業ができるようになればなって感じですね。あとのあっち側の今ガレージもだいぶごちゃついてて、もうちょっとですね、大変だな引っ越しって。そんな感じで、また動画撮ります。